皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。ドラムを始めた頃からの悩みで、曲の練習のやり方がわからなくてとても困ってます。教えていただけると助かります。特に完成までの手順が知りたいですっていうことなんですけど、まずね、これ楽譜がある場合、楽譜がない場合に関わらず、まずね、曲の構成、曲をしっかりと把握するっていうことが大事になってくると思います。あんまり良くない始め方としては、例えばその曲をよし練習するぞって言って楽譜を手に入れて、曲をあんまり聴かないまま楽譜を見て一小節目から順番にツッツッタッツって練習し始めるのは非常に効率が悪いので、これはやめてください。まずね、あの曲を聴いて、例えば、イントロ、A メロ、B メロ、サビ、感想とかっていう、構成をね、ざっくりとその書き出して、もうこれもね、自分の分かる範囲ですね。自分がこの判断できる範囲で、ざっくりイントロ、A メロ、B メロ、サビとかで書き出して、で、まずは、それぞれのリズム、基本リズムがどうなってるかを、確認してみてください。なんで楽譜がある場合は楽譜で確認してみてもいいと思うけど、基本的にね、聞こえた音をね、確認できた方がいいですかね。だから、例えば A メロが8ビートとか、例えば B メロが、ちょっとゆっくりめのリズムやなと思って、ハーフタイムの、8ビートとか、これも自分の分かるやつでいいですけどね。サビは16ビート。感想ダンスビート。あんまこんなコロコロ変わることはないと思うんですけど、全体像をね、把握する。だからこれ通りに、例えばちょっとやってみると、全体像がどうなってるかっていうのを、まずは把握するっていうことが大事になってくるのかなと思いますかね。で、ある程度その曲の全体像が分かって、で、使われてるリズムも分かったら、イントロから A メロのつなぎ、これどうなってるのかなとか、 B メロから A メロのつなぎのフィル、これどうなってるのかなとかっていうような、細かいところに着目してやってみるっていうのはいいかなと思いますかね。で、大体サビぐらいまで把握できたら、2番の A メロとか B メロとか、リズムが変わってることもあるけど、そんなにめっちゃくちゃ全く違うっていうことは多分ないと思うんで、サビまでいけたらある程度全体像は掴んでくると思うんで、こう2番目は予測でね、こんなリズムが使われてそうやなとかっていう感じですかね。この中で、例えばその早すぎて叩けないものとか、難しくて叩けないものっていうのは、もうね、遠慮なく簡単にしてみてください。遠慮なく飛ばしたりとか、遠慮なく簡単にして、で、曲を全体を叩けるようにしてみてください。ババってこうブレイクするような止まるところとかで止まらずに8ビート叩き続けたら、それはさすがにおかしいんですけど、構成をね、壊さない、曲の雰囲気をあまり壊しすぎない範囲で手をちょっと抜いたりとか、音符を半分にしたりとかするぐらいのことであれば、全然違和感はないと思うし、どっちかというと楽譜通りに叩けることよりも曲のニュアンスをしっかりと再現できることの方が大事だったりすると思うので、例えばタカ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 が半分になったとしても曲のニュアンスに近かったら、そっちの方が曲をしっかりとコピーできていると言えると思います。耳コピするためにはどうしたらいいですかみたいな質問っていうのもあったりとかするんですけど、耳コピするには、もうね、採譜するのが一番いい方法かなと思いますかね。楽譜を書き起こすっていうことですよね。市販の楽譜を使って練習するのもいいんですけど、採譜するっていうことは、それだけね、曲をめちゃくちゃしっかりと聴くっていうことなんですよ。めちゃくちゃ早く書いても、多分ね、1曲30分ぐらいはかかると思うんですけど、例えば3分、4分の曲を、こう30分じっくり聴くことになるんで、だからかなりね、耳も鍛えられるし、ニュアンスも鍛えられますね。で、こうなるとね、その音符の読み書きができないんで、音符の勉強してから採譜をしますっていう、声が聞こえてきそうなんですけど、これはね、やりながら、わからなくても書く。で、わからないところは調べるっていうやり方で、やったら絶対できます。多分ね、英語とかもそうなんですけど、例えば英語勉強して完全に英語が分かってから外国人と初めて喋りますっていうのは多分無理だと思うんですよ。多分わからないうちから、外国人とコミュニケーションを取っていって、で、こういう時はこんな風に対応するのかとか喋るのかっていうのを積み重ねていって喋れるようになっていくと思うんですよね。ドラムとかも、例えば採譜していた時に、こういう時はどういう風に書くんやろうって思って調べた時に、例えば8ボンプ、16ボンプ足したら、こういう音になるんかとかっていうのが分かるようになってくるので、だから分からなくても、とにかく書いてみてください。
最初はね、1曲8時間ぐらいかかると思いますけど、どん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 慣れていったら、その分、耳で聞いて判断するスピードも速くなっていくし、書くスピードも速くなっていくし、楽譜を書ける、読み書きできるっていうことは、それだけ練習パターンを多く、読み取れるっていうことやし、書き残せるっていうことにもあるので、すごく便利ですね。世界で使われてるリズムパターンとかも勉強できるし、その楽譜が読み書きできるっていうことはかなり可能性が広がることだと思うので、曲を耳コピするっていう練習の一環として採譜するっていうことをぜひねチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。